ダイヤ人の戦士が地球に降り立った。ベジータとナッパ、その圧倒的な戦闘力の前に次々と力尽きていく Z 戦士たち。果たして悟空は間に合うのか。そしてあの世での修行の成果は通用するのか。ここに地球の運命をかけた天下分け目の超決戦が始まる。異星人戦士来襲、戦闘民族サイヤ人対 Z 戦士。待たせたな、みんな。僕はやってみます。待たせ。あっ、どいつから片付けてやるかな。Thank you.
と全てのみんな、オラに元気を分けてくれ。殺されたい奴はどいつだ。
ドラゴンボールに望みをかけて、ナメック星を奔走するクリリンとゴハン。彼らの前に立ちはだかるのはギニュー特戦隊。驚異の特殊能力の数々が Z 戦士たちをかつてないほどに苦しめる。そしてドラゴンボール争奪戦もクライマックスを迎えるのだった。激闘惑星戦士 Z 戦士対ギニュー特戦隊。待たせたな、みんな。やっぱ俺も戦うのね。俺に殺されたい奴はどいつだ。リコール！ウォーター！リース！グーだ！ギニュー！みんな揃ってギニュー特戦隊。
義乳特戦隊リース、義乳特戦隊ワーター全てのみんな、オラに元気を分けてくれ。義乳特戦隊義乳
ビッグバンアタック。ついにフリーザが最終形態となって真の力を見せた。野望を阻止されたフリーザの怒りが恐怖の攻撃となって Z 戦士を襲う。だが立ちはだかるのもまた怒れる伝説の戦士だった。今崩壊していくナメック星で超決戦の火蓋が切って落とされた。ナメック星最終決戦、 Z 戦士対フリーザ。俺に殺されたい奴はどいつだ。地獄以上の恐怖を見せてあげるよ。
ぱ俺も戦うわよ。計算外だ。わかったね。強さを見せつけられてもワクワクしてます。どこで詰まったのかな。ほら、なんとかあのフリーザと戦えてるみたいだ。ピコさん、二人じゃなかったのか。みんな逃げて。まずいよ、逃げろ、逃げまくれ。今までの物理的にの強さだ。クリリンさん、待たせたな、みんな。ここは引っ込んでろ。未来からの戦士が新たなる敵の出現を告げる。悟空を倒すためだけに作られた戦士、人造人間。破れ去る悟空、スーパーサイヤ人に目覚めたベジータ、神との融合を遂げるピッコロ。地獄の未来を振り払うための戦いがさらなる激闘を巻き起こす。脅威の敵現る。人造人間対 Z 戦士。
待たせたな、みんな。お前はこの俺が倒す。俺に殺されたい奴はどいつだ。私が始末します。みんな死に場所を選ぶがいい。
Yeah.
ビッグバンアタック僕はやってみます。来私が倒しちゃったかな。
魔導士の策謀と破壊王子のプライドが交わるとき、恐怖の魔人がよみがえる。自らの命を燃やし尽くすベジータ、隠された真の力を見せる孫悟空、そして全てを凌駕する魔人の圧倒的な力、超戦士たちの宿命とともに今破滅へのカウントダウンが始まる。悪夢の到来、よみがえる魔人対宿命の戦士たち。俺殺された奴はどいつだ。全員まとめてかかってくるがいに殺されたい奴はどいつだ。待たせたな、みんな。やっと僕の番か。
とは引っ込んでろ。悟空もベジータもそしてご飯さえもいない地上はたった一人の魔人に蹂躙されていた。生ける恐怖を食い止める術はただ一つ、二つの光を一つの力に変えること。その名は正義の死神ゴテンクス。最強の戦士となった孫悟飯も戦線復帰してZ 戦士たちが猛反撃を開始する。地球壊滅、恐怖の魔人対新たなる力。任せたな、みんな。Yeah!
待たぞ。何が起きているこの地球では。まだこれだけの力の差があったというのか。こんなに頑張って修行を続けてたんだ。こっちは近づかなきゃ。何が起きているこの地球では。僕の番か。
ズノロ。よこせ、早く。いいだろう、これで。サンキュー、ベジータ。よっしゃー。あっ。待たせたな、みんな。俺に殺されたい奴はどいつだ。みんな、すまねえ。
あとはオラに任せてくれ。山だよ、行け！